私はパニコ、30歳です。昨年、同い年の誠と結婚して、夫婦2人仲良く暮らしています。お互い仕事をしているので、家事は分担しようねって結婚前に決めてはいたのですが、最近私の仕事が忙しくて、夫の家事の負担が大きくなっているのが現状。申し訳ないと感じつつも、優しい夫は不満なんて口にせずに、家事をバッチリこなしてくれるので、安心しちゃっている部分もありました。ごめん、会議で遅くなっちゃった。いいよいいよ、お仕事お疲れ様。ご飯できてるけど、先にお風呂がいい？テーブルには美味しそうな料理が並んでいます。すごい、誠は本当に料理上手だよね。冷えちゃうともったいないから、先にご飯にしよう。オッケー。料理だけではなく、食器まで洗ってくれたりと、至れり尽くせりで、感謝してもしきれません。この人と結婚して本当に良かったって思っているんですが、いいことだけじゃなくて嫌なこともあるんです。浅いじゃないの。どこからともなく現れたのは夫の母、つまり私の姑です。あ、お母さんいらしてたんですか？あら、いちゃ悪いの？いいわけないじゃん。だって夫にご飯を作らせて、お風呂の掃除まで押し付けて、あなたは何やってたのよ。嫁失格じゃないの。姑はたびたびやってきては、ダメ出しをしまくりやがるんです。何やってたのって。パニコは仕事で遅くなるって教えたじゃん。パニコは頑張ってきたんだよ。仕事なんて嘘に決まってるじゃないの。女にこんな時間まで仕事させる会社なんてありえないわ。いや、仕事に男女関係ないし、仕事終わって疲れてんだからもう勘弁してよ。それじゃあ、夜勤している看護師さんやコンビニの店員さんたちは実は女じゃなくて男ってこと？俺全然知らなかったよ。は？まこと、実は夫、ちょっぴり天然なところがあって、大真面目で姑の言葉にトンチンカンな返しをしてくれるんです。そういうことを言ってるんじゃないの。どうせこの女は仕事なんて嘘言って遊び歩いてるに違いないわ。パニコは嘘つけないって。そういう人じゃないよ。パニコが仕事だって言ってるなら仕事なんだよ。あのね、いい加減にしてちょうだい。まこと、あなたは大黒柱って自覚はないの？もっと大黒柱らしくなさいの。私はまことのために言ってあげてるの。パニコさん、遊び歩いてないで、家事をきちんとこなして夫を立てなさい。やめてよ母さん、俺は一人で立ってるよ。ほら見て。誠は立ったり座ったりを繰り返して、一人でちゃんと立てることを証明してくれました。そうじゃないったら。私はあなたのために言ってあげてるのに。姑はプリプリしながら帰っていきました。何怒ってたんだ？さあ、ご覧の通りの天然ぷりで助かっているけれど、その天然のせいで姑の中に私への敵意があるってことをいまいち理解していないってのも事実。本当は姑が家に来るのも嫌だけど、明らかんとしている夫にそんなことは言えずにいるのよね。それにね、一人っ子で父親を早くに亡くしている夫が母親のことを気にかけているのを知っているから、近所にマンションを借りようって結婚前に提案したのは私なんです。今さら底意地の悪いお母さんの顔なんて見たくないなんて言えるわけがありません。とはいえ、姑がいつ来るのかわからない毎日を送るのは心地いいものではありませんでした。特に今日みたいに残業で帰宅が遅くなってしまった日は祈りながら帰るしかありません。どうかお母さんが来ていませんように。お母さんが二度と来ないのなら、大好きなプリンを1ヶ月我慢します。だからお願い。わお、シスが1ヶ月もプリンを我慢するだって？ああ、周りには誰もいないと思っていたのに、後ろから突然声をかけられて思わず飛び上がってしまいました。ソーリー、驚かせるつもりはなかったのさ。コレタ？声をかけてきたのは弟のコレタ。コレタも近くに住んでいるものの、お互い忙しくて顔を合わせるのは久しぶりです。
美しいムーンを眺めていると願いを唱えたくなる気持ち、僕にもよくわかるよ。シスも僕のようにロマンを肌で感じるレディになったんだね。キラーン。ちょっと何言ってるかわかんない。シス、プリンを1ヶ月も我慢するほどの悩みは何だい？ムーンに願うよりも僕に話した方が叶う可能性はアップするんじゃないかな。だって僕のディクショナリーに不可能の文字はないからね。キラーン。コレタを見ていると私の悩みなんて小さく感じちゃうよ。と言いつつも、私はコレタに姑の話をしてしまいました。おおの、それはアンビリーバボーなシチュエーションじゃないか。そうなのよ。それに夫も姑のこと深刻に考えていないし。シスの願いを叶えるためには、まずはシスの家に一緒に行かなくてはならないね。なんで？ハングリーではファイトがインポッシブルってね。それじゃ、シスのスイートホームへレッツゴー。え、今かな？ That's right。 急な申し出だったけれど、夫だって突然姑を招き入れているんだから、私が弟を連れて帰っても問題ないでしょ。とは思いつつも、念のため夫に連絡をして弟を連れて帰ることを伝えました。もちろん夫は快諾。幸い今日は姑は来ていない様子。帰宅すると夫は弟の分まで食事を作ってくれていました。オーマイガー、このディナーたちはミスター誠がクックしたのかい？イエス、アイムクック、ラブクック。おいおい、コレタに釣られてるぞ。わお、デリシャス、ファンタスティック、アンビリーバボー。おう、サンキュー、サンキュー、ベリーサンキュー。マコトは普通に喋っていいのよ。あ、お、でも日本語通じないんじゃ。ああ、ミスターマコトはベリーファニーボーイだね。僕は日本語 OK さ。キラーン。すごい、日本語上手ですね。生粋の日本人だからね。僕の味覚がフルスロットル状態でリナをエンジョイしているよ。君はなんてファンタスティックなハズバンドなんだ。サンキューです。弟は夫の料理にご満悦で、すっかり二人は仲良くなってしまい、私をそっちのけで大盛り上がり。何をしに来たんだと思いつつも、翌日夫に言われた言葉で弟の真意が分かったんです。もしかして本当に私の願いが叶っちゃう？それじゃあ私は1ヶ月プリン立ちしなきゃいけないってこと？なんて複雑な心境のまま数日が過ぎていきました。ある日、久しぶりに仕事が早く終わって帰宅すると、なぜか玄関のドアの鍵が開いていました。あれ？と思ったものの、玄関に投げ散らかしている靴を見てピーンときました。お母さん？そう、その靴は姑のもの。慌てて家の中に入ると、姑がリビングの棚のあたりでごそごそと怪しい動きをしているではありませんか。何してるんですか？いやー、出た！出たはこっちのセリフです。何よ、私が一応悪いっての？悪いも何も。どうやって家の中に入ったんですか？誠はまだ帰っていないですよね。玄関に夫の靴が見当たらなかったし、こんなにわーわー騒いでいても出てこないってことは夫は不在のはず。鍵を使って入ったに決まってるでしょ。鍵？隠していた合鍵を見つけたから持っていたのよ。それって鍵を盗んだってことですか？そうよ。そうよじゃないのよ。そこまでやるか？最近息子が冷たいから何かあると思っていたのよね。来ても追い返されるし。追い返される？ここしばらく姑は来ていなかったのではなく、夫が追い返してくれていたんです。なんてできる夫。あんたが息子に何か言ったんでしょ。息子に寄生するだけじゃ飽き足らず、親子の仲まで引き裂くなんて。私は。お黙りなさい。夫に寄生し、夫を顎で使って家事もしないで、ふらついて遊んでばかりいる女なんて嫁失格よ。寄生って、私たちは共働きで。何が共働きよ。月に10万しか稼げないくせに、よくも大きな顔できたわね。え？よくよく見ると、姑は給与明細らしきものを手にしているではありませんか。
それは？あんたがどれだけの稼ぎなのか確かめてあげたのよ。夫に家事を押し付けて夜遅く帰ってくるくせに、たった10万。これっぽっちしか稼げないの？役立たずね。姑は手にしている明細を私に投げつけてきたんです。やめてください。どうせ仕事だなんて言って遊び歩いてるんでしょ。10万しか稼げない役立たずはとっとと離婚して出ていけ。ここは私が誠と一緒に住むのよ。はあ、旦那が役立たずですみません。は？確かに夫は10万しか稼げていませんもんね。え？実はね、姑が投げつけてきたのは私ではなく夫の給与明細書だったんです。役立たずな俺で I'm so sorry。 まこと？そこにタイミングよく夫が帰ってきました。マイマザー、月10万しか稼げない役立たずで I'm sorry。 ちょっと待って、どういうことなの？それにどうしたのよその喋り方。これたに影響されまくってるのね。俺の10倍稼いでるマイスイートハニーのために家事を頑張っていたけれど、それでも俺は役立たずなハズバンドさ。10倍？そう、10倍。こう見えて私そこそこ稼いでるんです。ハニーが頑張ってゲットマネーしてくれているから、アイムはその分ハウスで家事でサポートして、ハニーが生き生きとジョブできる環境を作っていたつもりだけど、やっぱりアイムは役立たずなダメハズバンドなのか。余計な単語が多すぎてわけわかんないじゃないの。ちゃんと話してちょうだい。オーマイガー、アイムはしっかりしていない役立たずだ。マミーがアイムのことを一人で助すこともできないと思うのは仕方のないことだったんだ。そういうことじゃなくて。分かったよマミー、アイムは自立する。え？まずは仕送りやめるね。え？10万しか稼げないから、当然仕送りはハニーが出してくれていたんだ。オフコース、そうなるだろう。あのお金パニコさんが？ハニー、誠さんを立てて私の収入からってことは内緒にしていましたが、月々に10万の仕送りは私のお財布から出させていただいておりました。つまりお母さんこそが私に寄生をしていらしたってことですね。だってそろそろ足長おじさん的な役目に飽きたので、仕送りもやめようかななんて思っていたので、お母さんの一言で誠さんがやる気を出し仕送りをやめる決断をしてくれて助かっちゃいました。マイハズバンドを鼓舞していただき、リアリーサンクスですわ。イシシ。そういうつもりじゃなくて。ハニー、今まで頼ってばかりでソーリー。でもアイムリボーンする。フランスで料理修行をして立派なコックになってみせる。なんで？素敵ね、応援するわ。どうしてすんなり受け入れられるのよ。どうしてって。ヘイムッシュ、迎えに来たよ。シャキーン。タイミングバッチリにコレタがやってきました。誰？マイメンターだ。メンターつまり師匠ってことね。師匠？ムッシュのクックはトレビアンだからね。僕の経営するフランス料理店にスカウトしているのさ。少しフランスで修行したらきっとすぐに立派なシェフになれるはずさ。実は私の弟、飲食店の経営をしていて、夫の料理にマジボレしちゃって正式にスカウトしてくれたんです。フランスで修行してみないかと言われ、夫が迷っていると、弟は私が感じていた姑への気持ちを話してくれたみたい。夫は次の日謝罪してくれて、姑と離れられるようにフランス行きを考えていると打ち明けてくれたんです。ハニー、役立たずなハズバンドだったことを許しておくれ。もう君に頼ってばかりの人生は終わりにする。アイムもマイマザーもね。それじゃ私の生活はどうなるのよ。アイドンノー。ああ、ハモっちゃったってことで、誠がフランスに行くのなら、この家は私には広すぎるので、私も出ていきますね。よかったらお母さん一人で住みます？さっきここに住みたいっておっしゃってましたもんね。月30万支払えるなら、どうぞご勝手に。30万？それくらい余裕ですよね。10万しか、なんて言えちゃうんですから。いや、その。ああ、それなら、仕送りやめても心配することないか。
フランスで頑張ってくるね。戻っても連絡はしないよ。なんでよ。だって役立たずな息子なんて恥ずかしいだろ。そんなことない。そんなことないけど、今はちょっとあなたの話はいいわ。パニコさん、あなたのことを誤解していたわ。謝らせてちょうだい。出た、最低人間の得意技、手のひら返し。誠が帰国するまで大変でしょう。私がここに住んで家事を引き受けるわ。だからお願い、今まで通り仕送りをちょうだい。やーなこった。そんなこと言わずに。こうして無事プリン出し鉄とも姑と離れることができました。仕送りが止められた姑は年金を受け取れる年齢には足りず、慌てて仕事探しをしたようです。なんとかパートが見つかったものの、月収5万円ほどの稼ぎで仕送りをもらっていた悠々自適な生活がやめられず、借金してどうにか生きているみたい。夫は姑と縁を切る気満々でフランスに行ったので、助けを求めることはできないでしょうね。離れ離れになって寂しくないのかって大丈夫。お帰りなさい。修行はどうだった？だって私も一緒にフランスに来ているから。今日もメイユールだよ。最高ってことね。すっかり弟に感化されちゃってる夫だけど、以前よりも頼もしくなっているような気がします。それじゃご飯作るね。いいよ、今日は私が作る。疲れてるでしょ。ハニーだって仕事で疲れてるだろ。もちろん私の仕事も継続中。弟が私の会社にリモートで仕事ができるように掛け合ってくれたみたい。時々帰国しなきゃならないけれど、夫と一緒にいられるのはとっても幸せ。それじゃあ一緒に作ろうよ。料理私も覚えたいし。だっこマイスイートハニー。だっこ急に甘えん坊だな。私がギュッとすると夫は耳まで真っ赤になっちゃいました。ハニー、だっこってフランス語で了解ってことだよ。あらまあ、でも抱っこもいいね、ハニー。やめてよ。フランスでも私たちの愛は変わりません。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。